今防衛隊の人に聞いたんだけど、危ないから明日の朝怪獣たちを処分する決定が出たって。そんなひどいよ。何も悪いことしてないのにどうして。怪獣さんたちかわいそう。これや。なってすんね。で、何なの。あ、そうや、今の話を怪獣ハンナに聞かせるんや。そしたらみんなごわっと怒って大暴れ。マーチは命中せや。だけどあの檻壊せないみたいだよ。そこであんたらの出番やんか。魔法で怪獣ハンナをパワーアップさせるんや。でも悪いことぎょうさんやって立派な悪になりたいんちゃうんか。弟おかんの夢叶えてええへんか。でもね、毎回じれったいな。やろう、うん、やろう、みんな。えらい、それでこそ外道を止めたいや。未来に輝く悪の星や。マイカ、お願い。あまり感心しないな。いくらヒロインを募集しているのがスーパーヒット枠、通称月8の連続ドラマだからって。月8に出れば一躍スターの仲間入りは間違いなし。手段なんて選んでいられないわ。なんたって月8なんだから。月8、あー言いづらい。やれやれ、こりゃ大手スポンサーのトップ金ならありますしが、気品あふれるロマンスグレーのイケメン紳士だなんて間違っても言えないな。特に一生かかっても使い切れないほどの大金持ちだなんて。あのね、ん？これは？おっといけない。金ならしが末っ子のアキラちゃんと一緒に写ってる写真が落ちちゃった。あ、私もやる！
あべラブロマンスだよ、ラブフェロモン。よし、そうと決めたらとことんやるわよ。金なら様との運命的な出会いを果たし、彼の財産はがっぽり。ほんとい、ハートはバッチリ私がいただくわ。絶対ラブラブーになってみせるんだから。説明しよう。アイミーは今、金ならしとの運命的な出会いを演出するため、古今東西現代に語り継がれる有名少女漫画を読破、その王道パターンを研究しているのであった。よし、決めた。ちょっと古いけど、ここは王道中の王道、遅刻遅刻大作戦に決定よ。大変遅刻遅刻と、通りの角を曲がってごつんこ。いて、どこ見て歩いてんだこのおてんば。なんですってこの野蛮人。あ、おっと、頬を染めスカートを押さえて、見たでしょ。誰がお前のパンツなんか。ごめん、絶対。甘く切ないラブロマンスの始まりは、やっぱこれよね。よーし、行くわよ。はっ、大変、ここ、ここ社長、このままだと、大事な取引に遅れてしまわれますが。仕方ない。少しスピードを上げてくれたまえ。かしこまりました。うわっと、金持ちは車で移動するのよね。こちらアイミー、至急 X ポイントへ急行せよ。先回りのマネージャー。そうまでする必要があるのかな。何なんだ